What's up, YouTube? どうも、ソーシメジクです。はい、ということで本日はニューキックスの紹介なんですが、本日紹介するスニーカーはですね、以前ガッツスポーツさんからいただいたスニーカーの中から1足を紹介したいなと思います。先に言っておくと、これも全然わからないモデルです。最初箱から開けてみた時はですね、うーんっていう感じやったんですけども、物撮りをしてる時にですね、ちょっとなんかいいかなと思い出して、ということでまず箱がこちら。箱はですね、90年代に使用されていた箱です。多分ね、ご覧いただいてる皆様も多くの方がですね、見てもうんって思う方が多いのかなと思います。ということでその肝心の中身がこちら、ナイキエアペルセウスでございます。はい、ということで本日紹介するスニーカーはこちらの一足。多分うーんって思われる方多いんじゃないですかね。もうパッと見ね、もういかにも90年代後半っぽいデザインですよね。でこちらのモデルなんですが、製造は1997年、97年製のスニーカーなので、97年近辺の雑誌っていうのは結構いっぱい持ってるんですよ。ただね、どれにも載ってないです。似たような感じのデザインのスニーカーっていうのは結構あるんですが、なのでもしかするとなんですけども、メインで売り出されていたモデルというわけではなくて、結構マイナーな一足なのかなと思います。アッパーはシンセティックレザーとメッシュを組み合わせて構築。ミッドソールにはフルレングスのパイロン素材を使用。ヒールには斜めに数種を刺繍。この斜めに入った数種を見るとですね、場所は違うんですけども、この辺やったんですけども、エアマックステールウィンドウ96が本当に復刻してほしいです。で、いろいろ調べてるとですね、いろんなカラーのペルセウスが出てきたんですよ。それを見てるとですね、結構他のカラーもありだなと思い出して、ただ配色によってはもう抜群にダサくなりそうではありますが、個人的にはですね、このネオンイエローのカラーがいいかなと思います。でアッパーのデザイン的にですね、エアマックス96の後期であったりとか、あとはその当時のエアマックス系統以外のランニングカテゴリーのシューズで結構似たようなデザインが多いかなと思います。で、いろいろ画像を検索してるとですね、アメリカのカタログのようなものが出てきて、で、ちょっと画質が荒いので正確に何を書いてるのかっていうのは読み取れないんですが、当時アメリカで65ドルで販売されていたそうです。はい、ということで早速いろいろ見ていきましょう。はい、ということで早速入っていきましょう。
ってフェラって、ハッハッ I'm 100 and I'm getting it コムロモルシュリーハムナイジャーアップインディス When I turn up, you know I'm on my On my Yes, I'm on my I'm on my On my Yes, I'm on my I am so I'm so Yes, I am so I'm on my 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 ということでいかがだったでしょうか。で実際に履いてみての感想なんですが、スニーカー単体で見るよりもちょっと履いてみた方がですね、なんとなくいい感じに見えたのは気のせいですかね。まあ、個人的に太いデニムが好きなのであれなんですけども、なんとなくですねそのダボついてる感じにハマるのかなと思いました。まあどうでもいいという方が多いかもしれないんですが、結構これシューターンが長くて大きいんですよね。で結構シューターンの立ちがいいのがいいかなと思います。でやっぱりこのミッドソールなんですが、ポリウレタン素材ではなくてファイロン素材なので、97年製のモデルでも全然問題なく履けます。まあ、ダンボールから出してこれを一発目に見た時に、うわこれはハズレやなって思ったんですけども、案外いけるなと思いましたね。これはねまたちょっと今後も履こうかなと思ってます。まあ、アッパーの部分であったりとかはね、ちょっとやっぱり日焼けとかでちょっと変色してしまってるんですけども、ちょっとどうにかならないかな。まあこれはしょうがないかなと。ちょっと他のカラーリングっていうのもいろいろ出てきてるので、個人的にはちょっと気になりました。はい、ということで本日はニューキックスナイキエアペルセウスでした。本日の動画が良ければぜひグッドボタン、高評価をよろしくお願いいたします。チャンネル登録などまだお済みでない方は、動画の最後に出てくる右下の画像をクリックするか、動画の下にですねチャンネル登録用のボタンがございますので、こちらを押していただきまして、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また Twitter や Instagram などもやっておりますので、こちらの方もぜひチェックよろしくお願いいたします。まあ、この辺の年代のモデルで似てるモデルとすればですね、今復刻されてるものであれば、まあ、ソールとかもあれなんですけども、スピリドンになるんですかね。で今の時代でも復刻されてるので似てるとすれば、僕はスピリドンぐらいしかこうパッと出てこないんですが、もしご覧いただいている皆様で、あこのモデルに似てるなっていうのはもしあればですね、ぜひコメント欄の方に書き込んでいただければなと思います。そうなんて言うんですかね、単体で見た時に、まあ、ダッサいなって思うモデルも履いてみると意外にハマったりするやつもあるじゃないですか。もちろんその逆もあったりするんですけども、今回はダサいなって思ったんですけども、履いてみて印象が変わったモデルですね僕は。でもあれって何なんでしょうね、単体で見た時と履いた時の違いでこう見え方が変わるっていうのは。まあ、もちろんこれもね、めちゃくちゃかっこいいなっていうモデル、例えば AJ シリーズとかとはまだちょっと変わってはくるんですが、なんとなくこうハマるなっていう感じが僕の中にありました。どうなんでしょうね、いわゆるダットシューズの分類にこれも入ってくるんですかね。軽さはねめちゃくちゃ軽いんですけども、上から見たボリューム感とかも結構あるので、個人的にはありかなと思ってます。まあそう考えるとね、単体でもかっこいいし、で履いてみてもかっこいいって思う、AJ シリーズってやっぱすごいなって思いますね。あとはエアフォースワンであったりとか、
まあ、だからずっと復刻され続けるし、ずっと売れ続けるんでしょうね。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。 See you later. バイバイ。26, 80, am I on your feet? Get the air, get the match, show me why you're gone.